っただ中ということで、すごい暇をして暇を持て余している方はたくさんいるんじゃないかなと思います。そこで今日は冗談回し蹴りを、これ本当に入ります、本当に入ります。しかも正面からドカーンって入る感じで、ね、いけるんで、もう当たると本当に倒せる可能性がめちゃめちゃ高くなります。でめちゃめちゃ早く入るので、ちょっとやってみます。今日は、まあ、一緒に10分トレーニングとかね、5分トレーニングっていうような感じじゃなくて、ちょっともうまあサササッといっちゃいます。それではやっていきます。まずちょっと実際蹴ってみますね。スーッと戦ってて、パッとパーンってますね。でトーンパーンパーンね、トーンパーンね、もうこのまま行ってもいいし、こうやってもどっちでもいいです。それではこれ今どうやって蹴ってるかっていうと、まあ普通だと、まあ、自分のサウスポーなんで、相手右構えに対して、まあ、サウスポーに、まあ、右構えの人も瞬間的にサウスポーに変わればいいですね。だから横からガツンと当たるより、ここで入ればコーンと本当に倒れやすくなります、ね、失神しやすくなります、ね、この角度で入れば、まあ、イメージ的にはミルコ・クロコップ選手みたいな感じ、どか横からガーンって入ってますけど、あれ正面がこの、ね、横からっていうよりも、ね、当たってるのは横かもしれないんですけど、ね、横ですけど足は膝はもう正面から入ってくるような感じなんですよあれ、ね、で、まあ、倒れると、で足の重みも出し合ってたので、で普通の感覚だと、もうだから横からこうやって振っちゃうんですよ。だから横から振らなくていいんですよこれ、これ本当に入りますから、ね、もう向かい合ってて、ちょっとまず振り子になってあげるんです。振り子になってあげる、振り子振り子振り子で、このまま実際高くなんか蹴んなくていいんですよ。身長同じぐらいだったら、もうほんと、めっちゃ低いんですね、ここって。だから、もう、この高さなんですよ。この高さ、ほんとこの高さぐらい。で、まあ、高くバーンと上げなくていいんですよ。今、まあ、高く蹴るかもしれないですけど。で、トーン、トーン、スーッと打って、ポン、振り子になってあげる。振り子もこっち、そのまま上がってくるんで、これを、トーン、トーンとか、トン、トンじゃなくて、もうこのままこういう感覚なんです。こういう感覚、こういう感覚、こういう感覚、もう足上がってきました。ほら、ね、足上がってきました。ダンで、角度的にドバッてここに入ります。で、ね、まあ、実際サウスポーでちょっとバン、上からちょっとかぶせてあげたりするんですよ。トン、だからこうですね、トンね、トン、ちょっと上からわざと、ちょっとわざと上からかぶせてあげる。で、トンって入る、かいてパーンって、で、ダカーンといっといて、ダーンって入る感じで、ダーンってやってあげると、ちょっとこいつに反応してくれれば、ダーンで、めっちゃ早く、この角度で入るんで、本当に倒しやすくなります。今日はね、まあ、冗談回し蹴り、本当に最速で、しかも一発で失神させやすいというかね、冗談回し蹴りやったんですけども、これ本当にもうお前くどいよって言われるかもしれないですけど、これ本当入りますからね。しかも早い、めっちゃ早い感覚でいけるんですよ。もう足が上がったら届いてるぐらいの感じなんですよ。普通だとね、足が上がってきてスナップなんで、ちょっと到達が遅い感じなんですよ、若干。だけど足が上がった時にもうここに来てるぐらいの感覚なんで、よっぽど反応がいいか、なんか危険察知能力がない人にはもうほぼ当たります。ほぼ当たると思いますね。なんでちょっとこの感覚練習してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。